こんばんは。時刻は22時36分を回りました。引き続き松雪彩香が担当いたします。よろしくお願いします。それでは早速ですが、最新天気から確認していきましょう。予報センター吉野さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、このまま行くと大石座流星群、見えるエリア多くなりそうですか。そうですね、まずまずという感じかと思います。はい、10分天気の報告ですと、まあ、星が完全に見える見えないというのもあるので、若干曇りの報告多いような感じなんですけれども、衛星画像で見ていくと、今雲が広がっているのは関東から西では、ちょっとね、静岡、関東の西側から静岡のあたり若干雲が多いですね。はい、あと九州の北東側ですかね、ちょっと雲が多め、あとやはり北陸から北の日本海側ですね、こちらは雲が多いんですけれども、はい、ちょっと隙間もあるような感じになっていますね、この辺り。まあ、基本雲優勢ではありますけれども、新潟、秋田辺りまではちょっと隙間もありという感じです。太平洋側は結構しっかり晴れていますので、はい、まあ、全国的にいくと西日本で比較的見えるところが多い感じで、関東も都心から茨城、そして群馬、栃木方面は比較的条件が良さそうな感じかなと思います。はい、あと沖縄もあんまり目立った雲ありませんので、こちらも大丈夫そうですね。はい、ですので、まあ、ちょっと一部厳しそうなところもありますけれども、はい、全体的にはまずまずといった感じになりそうですね。はい、そして雪の状況を見ていきますと、雪雲はちょうど今東北道の境目のあたりに活発な雪雲少し残っております。こういった雪は日付変わる頃まで残りますので、もう少し積雪増加するようなところありそうです。はい、また路面の状況を見ていきますと、はい、かなりやっぱり雪、今日はどかどかと降りましたので、もう雪が止んでいる札幌周辺でもまだ雪かなり残っています。はい、ここに気温が今下がってまして、北海道もほとんどのところが濃い青色、氷点下となっていますので、今夜から明日の朝にかけての路面凍結は要注意という状況です。またその他の各地も冷え込み強めですので、はい、もし流星観測される場合はしっかりと防寒をしていただきたいなというぐらいの寒さになっています。はい、明日は日差しの届くところも多そうですが、はい、昼間でも寒さ続きそうですか。そうですね、特に明日気温が上がらないのは関東から北ですね、北日本、東日本。明日上空の寒気の様子見ていきますと、よいしょっと、はい、明日の昼ぐらい見ていくと、ちょうど冷たい空気の流れがこうここでこう降りているような感じになっています。はい、ですのでこのエリアに入っている関東から北は昼間でも気温が上がりにくいという状況、特に関東は今日が比較的暖かかったので、京都の体感差かなり大きくなります。明日は昼間でもちょっと日陰に入ったりしますと、かなり寒さを感じるような状況となりますので、今日よりは少し厚手の上着を準備した方がいいのかなというふうに思います。はい、わかりました。それでは吉野さん、今日も3時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最新天気を聞いていきました。それではここからはお帰りメールの、当たりをお一人決めていきましょう。今日もたくさんお返事をいただいていましたが、その中からお一人、当たりの方には特別なメールとお写真を送っています。今日もスロットで当選者決めていきましょう。それではよーいスタート。昨日はみかんさんでしたね。今日の当たりはストップ、ドキドキ。今日は白うさぎさんです。おめでとうございます。後ほどメールをお送りしますので、受信ボックスしっかりチェックしておいてください。おかえりメール、今日もたくさんのお返事ありがとうございました。それではですね、そろそろソライブムーンは、お時間が終わりとなります。で、今日この後23時からは大石座流星群の特別番組となりますので、今日はいつもよりちょっと早めに番組を終了させていただきますので、ご了承ください。大石座流星群です。さあ、それでは最後に、こちらのコーナー参りましょう。おやすみキャッチです。おやすみに添える夜のキャッチをご紹介します。今日は初めて名場面名場面とおやすみキャッチを見ていきました。自分のキャッチを自分で見るって恥ずかしい。しかも私を2回も見ないで。おやすみ。
3時になりました、おうし座流星群特別番組ソライブスター、ここから開始させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。ここから番組進行しますのは私福島寛太郎とエザーロイドタイプ A 愛理が担当します。どうも愛理ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この間ぶりというか、はい、前の流星中継ぶりで。そうですね、この間沖縄に行っちゃったので、はい、ごめんなさい、スタジオ寂しかったですよね。寂しかったですよ、寂しかったです。そりゃいろいろね、はい、やっぱりね、一人は無理だって思いました。え、一人無理ですか？一人は無理でした。そうなの？はい、なんていうんですかね、当時はですね、カメラマンもいなければ、ディレクターもいない、スタジオに一人きりで番組をやりましたんで、心細かったんですけども、うんうん、チャットも皆さんいらっしゃいましたけどね、うん、はい、今日も一応一人ってコメント来てるんですけど、誰ですかそんなこと言うの。今日は二人ですよ。ねえ、もう愛理ちゃんがいますから。今コメントすべて読んでおります。ワンオペ中継とか来てますけれども、今日ウェザーライドがいますから二人でいるんですからね、はい、2人で、はい、ここから2人でこのおうし座流星群の、中継をですね、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さて今日の番組なんですけども、たくさんの皆さんにご参加いただいておりまして、はい、LINE ライブも入ってますね。はい、 LINE ライブ、そして、ニコ生は公式ですか？お、ニコ生の皆さん、皆さん、あ、いますね。はい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 、星じゃなくて空気が流れた、うん、さーっと流れてたね、はい、はいはい、来てますね、はい、そして YouTube ライブからもたくさんご参加いただいておりますね。 YouTube のみんなよろしくね。やべ、監視されてるぞって来ましたね、はい、見てるよ。そして、フレッシュバイアベマ TV からもチャットいただいております。はい、アベマのみんなもよろしく。はい、よろしくお願いします。そして M キャス、そして Facebook ライブの方も始まるということでございますね。そして空窓本線の皆様もよろしくお願いします。みんなよろしくね。カンタロウ頑張ろうぜ。いやいや、でも2人だから別に僕1人じゃないですからね。なんでみんな今日私を無視するの、はい、私いないみたいな感じになってるけど。そうですね、ニコ生のチャンネルも映ってます。チャンネルはまだね、閉じてないですね。この後閉じられるのかなと思いますけども、はい、いや今日はもう本当安心ですよ。本当ですか？もうシステムも前回のフィードバックもしましたし、はい、リプレイもねありますし、はい、リプレイは引き続きその最新鋭の、流れたって言われたから30秒後に流れるリプレイなんですけどもね。あ、そういうシステムなんですか？そういうシステム、最新鋭システムでございます。はいはい、うん、前回はちょっと沖縄にいたので、はい、久しぶりかと思いますが、はい、ここからよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけども、今日は三元中継となっておりまして、もうこちらの後ろの方に出ておりますけども、どこでこの流星を中継していくのか見ていきたいと思います。はい、それではこちらです。あれ、これはね、スタジオいっぱいいるのに誰も動いてくれない。これだね、はいはいはい、はい、カメラさんお願いします。はい、さあということで、お、もう人も出てきましたねはい、おうし座流星群中継地点ということで、北から行きたいと思いますけども、銀河の森天文台からは丸々井上さん、はい、ですね、おなじみとなっております。そして星の村天文台からは磯谷、はいはい、で阿南市科学センター徳島の方からは根越が登場ということでございますね、うん、はい、前回ベテラン3人ですからね。ベテラン3人ですよ。安心ですよ、ね、流星中継何度も行ってる3人なので、もう最近この人たちしか行ってないですからね。そうなんですか、やっぱ実力、はい、実力のある3人が選ばれてるわけですね。そうですね、はい、はい、愛理ちゃんはこの前誰と行ったんでしたっけ？この間はアイリンと一緒に行きました。あ、そうか、はい、そうそうそう、アイリンと行ったの。アイリンは今日行かないんだね。
なんかそのねスタジオの外でねなんか私のこと見てるんですけど、はい、そうですね今日はあのマネージャー業に専念されるということで、あそうなんだ、はい、一応そちらの方に あっちですねいらっしゃいますけど、はい、よろしくお願いします。はい、今日はね、ちゃんと愛理ちゃんを見守ってらっしゃるということでね、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ流れたは言わないね。何のことかね。流れたら流れたことを喜ぶけど、うん、なんか何を期待してるのかちょっと意味が分かりません。そうですね、なんか今日みんなふわふわしてるよ。そうですね、この番組初めてご覧いただいた方もいらっしゃいますけども、こちら流星の番組です、はい、だんだん分かってくるかと思いますけども、今隣にいるのはウェザーニュースの最新鋭、お天気アンドロイドウェザーロイドタイプ A 愛理ちゃんでございまして、アンドロイドが動いております。でお天気お姉さんです、まあ、この前はねちょっと沖縄に中継に行ったということでございますので、はい、はい、さあということでですね、ここからですね、まあ、皆さんに流星を楽しんでいただくためのゲームを一つちょっと盛り込んでいきたいなと思います。はい、じゃあ愛理ちゃん説明をお願いします。はい、はい、こちらドン。この、特番の中でですね、はい、誰が一番流星をカメラに捉えることができるかっていうのを競っています。はい、得点王当てろクイズというものがありますので、はい、こちらですね得点王になると思う人の名前を書いて、はい、スターアットソライブ 24.com スターアットソライブ 24.com のメールアドレスまでメールを送ってください。選手は、まあ、3名ですね。まるまる井上さん、磯谷さん、そしてネゴさんの3人になります。受付の時間がですね、まあ、0時、まあ、12時までとなっていますので、はい、前半1時間を見ていただいて判断してギリギリにメールを送るっていうのもありです。なので、まあ、前半の状況、お天気の状況だったり星がどれくらい見えているかなど確認しながら予想するのもいいかと思いますよ。でこちらですね、正解者さんの中から3名様にお土産詰め合わせセットをプレゼントいたします。北海道と福島、徳島のお土産セット当たりますよ。3名様に。3名様です。何が入ってるんでしょうね。何でしょうかね。前回ね、うん、私はねごろさんとアイリンと一緒にシーサー選んだんです、はい、あそうなんですね。はい、はい、わかりました、うん、かわいいシーサー選びました、こちらのプレゼントについては、はい、その得点王に投票された方の中から抽選で発送を持って、返させていただきたいと思いますので、はい、まあちょっとねドキドキ待つ時間もありますけども、うん、楽しみにしておいていただければと思います。はい、はい、それは お土産ですね。はいはいはい、はい、ん何ですか。全員同じだった場合はどうなるんでしょうか。あんまり今まで気にしたことないですね。今までそういうことなかったですね。なんかどうにか1位を決めてきましたよね。どうにか決めてきたというか決まってきてたんですよ。なんかはい、ギリギリまで同点だった場合はなんかサドンテスみたいなことをしましたけれども、何やかんやね流れるんですよ。そういい感じに順位つくんですよ。そうなんですよ、うん、でここにあの得点ボードありまして、これにこう移していきますからね。はい、はい、ちょっと見てみましょうか。どうぞ。なんかぼやりしてますね。ピントがぼやっとしてます。はい、ということでね、ピントしていきたいと思いますけども、はい、まあ、今のこのね得点がぼやけたものになるのか、はい、それとも明暗はっきりと分かれるのか、はい、そういったところですね、確認していきたいと思います。なかなか我ながらうまくまとめたなと思いますけどね。そうですね、うん、はい、得点決めたらお花を、貼っていきます。はい、さあそれでは早速なんですけども、このロマンチックスタジアムというんですけども、はい、得点王の、ね、ルールがありまして、はい、それをねちょっと呼んでいただきたいの。いつもはねマドモアゼルアイリンさんが、はい、お話しされてるんですけども、さあルールお願いします。これ絶対噛んじゃいけないルールなんですよね。はい、マドさんは一回も噛んだことないということで、はい、フェザーロイドも頑張ってルール紹介していきたいと思います。はい、ここで
ロマンチックスタジアム内で行われる流星観測のルールをおさらいしたいと思います。スタジオからの中継中にカメラに流星を捉えた場合はゴールとします、うん、現地で流星が見えたとしてもカメラの枠に映っていない場合は、うん、ゴールとしてはカウントされません、はい、また嘘の報告や中継時間の遅延行為、うん、無意味な肌の露出などソライブスターのようなマス向けの流星中継番組にふさわしくない行為に対しては警告や退場など厳しい罰則が課される方があります、はい、絶対ダメです。なお貴重な流星中継の時間を無駄に費やしさらに番組の視聴率を激しく下げる行為に関しても厳しくジャッジされる方があります、はい、最後に全てのルールは試合途中で変更される方があります。変わります。以上ルールのおさらいでした。はい、ということでありがとうございました。そのようなルールでではもう厳密にやっていきましょう、はいはい、さて流星は見えるのかどうなのか予報センターの方にですねちょっとピッチコンディションを確認しておきたいと思います、はい、それでは予報センター吉野さん。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。サッカーは詳しくないんでねいや、あ、そうですね、あの別にどうしよう、うん、いや、あのもともと天気なんで大丈夫ですよ。あの、はい、馬に例える必要もございませんし。ピッチで行くとね、はい、今日は左サイドからの攻めというのが全体的に強めなんですよね、まだ。左サイド、はいはいはい、左サイド、左サイドからかなりあの、はい、いくつも20、30ですね、はい、あの駆け上がってくるような形で、はいはい、かなり攻撃が厳しいというのが攻撃ポイントになりますね。分からないと言いながらできちゃうのが吉野さん、はい、でただ逆サイドはそれほど今回強くないので右サイドはポイントかと思います。右サイド、はい、右サイドは狙い目と。あとはセンターも結構今日は空いてるので今日はエースクラス3枚立てて、はい、なかなか広く取ったポジショニングという感じになってますので、うんうん、まあ、どこからでも攻められるというのが、はい、多分大きなポイントなのかなと思います。特に今日は左バックの徳島猫、うん、はい、ちょっとここがエース級2人の影に隠れるような形にはなってますけれども、はい、意外とポイントなんじゃないかというふうに思います。番組進行上は根室さんが多いのはちょっと困るんですけどね、はい、左サイドでも北側が中心ということで、はい、こちらはちょっとね同じ左サイドでも若干薄いという状況、はい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 、ただ問題は、はい、右の全体的に右は甘いんですが、はい、ちょっとここ隠れたところから入り込んでくる、はいはい、四角からね蹴り込んでくるようなマイナスのセンタリングなんかはちょっと注意という感じですね、うんうん、マイナスのセンタリング、はい、ほう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 、そういうことですね。なんかチャットの人しかついてきてくれない私たち結構ポカンとしてますね。みんなついてきてるんですか。監督じゃサッカー専門じゃないんで、はいはい、なかなかちょっと詳しいところまではいけないんですけれどもオフサイドなしやなとかコメント来てますけど、みんなついてきてるね。マイナスなんでオフサイドにはなりにくい、はい、みんなついてってるね、はい、すごいね、はい、まあはい、完全にそれよりも吉野さんって何でもできんだなっていうね全ジャンル対応できるっていうね、やれと言われればというね、はい、とにかく今日はもう北と北に2枚強い攻撃陣してますけども、はいはい、これをおとりにしたところの、はい、猫、はい、というところがポイントかと思います、うん、はい、はい、なるべく放送上はね、はい、井上の話をたくさん聞きたいんですけどもねはいはい、はい、でちなみにこちら沖縄あたりはかなり今日は手薄なので、はい、こちらはサポーターの皆さん、おお、はい、うん、わかりました。ぜひ空を見上げてください。そうですね、まあ、ぜひ中継地点以外の方もね見られるエリア結構ありますので、うん、はい、ぜひ夜空を見上げていただければと思います、はい、特に西日本、はい、なかなかいい条件という形になってますので西ほどいい感じですね、はいはいはい、わかりました。吉野さんありがとうございます。ありがとうございます。監督よりも
若干分かりやすかった。監督はちょっとサッカーに寄せすぎてるのかね。結構サッカーによるからかな。なんかサッカー寄りの天気というよりはもうほぼサッカーみたいな、ね、ほぼサッカーっぽくなっちゃうからかな。なんか天気とサッカーうまく融合した感じになりましたけどね。そうですね、そうですね、はいはいはい、はい、まあということで、ぜひ皆さんも夜空見上げていただければと思います。はい、さあそれではいきますか。はい、いよいよ、この中継の方始めていきたいと思います。まずは、皆さんに順番につないでいきましょう。それではアリちゃん、はい、ホイッスルの方よろしくお願いします。はい。ちょっとアリちゃん、それホイッスル違いやんか。ちょっとホイッスル違いでしょ。あれ、これはこれ違うの。これはお手紙ですよ。そう、茶番いらないから。え、まあ、あの、まあ、詳しく言うとホイッスル持つ仕様にはなってないんだけど、はがきなのこれ、まあ、よく頑張ったよね。よく頑張った、うんうん、まあ、ホイッスルはないけどね、はい、この手紙の向こう側にホイッスルがあるんだよ。あ、こう隠してやるんだね。ちょっと恥ずかしいからね。あ、ふーっとね、うん、はいはい、恥ずかしい、うん、あ、そういうことですね。そうはい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 、うん、わかりました。で、はい、ちょっとねここでね、はい、まあさあいよいよここからホイッスルだという、はい、瞬間ではございますけども、はい、もう少しちょっと調整しましょうか。今ちょっと、はい、いろいろ、いろいろ今調整中なわけですね。調整しておりますよ。はい、しっかりとね、あの、うん、調整しきって、はい、皆さんで流星を終える状況を確認してからですね、はい、お送りしていきたいと思いますけども、はい、ちょっと今始められないということで少々お待ちください。まあ何の番組やってんのかよくわかんないという方もいらっしゃるかもしれませんけども、はい、初めてこのソライブスターもしくはソライブ24という番組ご覧いただいた方いらっしゃいますでしょうか。初めてだよって方いらっしゃいますか、ね、例えば今チャット書いたことない方でも、うん、初めてということでチャットを書き込んでみていただければと思いますけども、ちょっとね初めてじゃない方もはい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 手挙げてるんでね。大志座流星群見たことあるよって方いらっしゃいますか。結構、あ、でもね、みんなどう、初めての方はね、わ、あ、でも LINE からも初めてって、あ、結構ちょこちょこ来ますよ。本当、ローストチキンさんいつも見てくれてるよね。うん、そうね。あゆのすけさんも見てくれてるよね。そうね、うん、初めてじゃない方いっぱいいるよね。ニコ生だるまさん手上がってるけどいつも、うん、ありがとう ね、うん、ニコ生は手を挙げる以上にじとめに喜んでるっていう状況ですね。あ、そうなの。そうですね、うん、ちょっとね、これから、まあ、流星を、まあ、ちゃんと全画面で流星撮られますんで、はい、で夜空を撮って、うん、でその流星が流れる様子をライブで楽しんでいきたいと思いますけどもね、はい、そうなんです。この後も3地点ぐるぐる、はい、繋いでいきまして、うん、生中継で流れ星を、まあ、みんなで探していくというものになってます。うん、そうなんですよ。まあ、おうし座流星群としてもね1時間に数個程度というふうに言われてて、うん、そんなに多い流れ星期待できないかもしれないんですけど、はい、冬の星座とっても綺麗なのでね、みんなで夜空を楽しみながら、うん、時々流れ星が見られたら嬉しいなと皆さんお願いしながらですね、はい、一緒に楽しんでいただければ嬉しいです、はい、そして、はい、流星が流れた時は思いっきりゴールと書き込んでいただければと思います。この番組、はい、流星中継を行うんですけれども、うん、サッカーに例えていますので、はい、流れ星流れた時はサッカーに例えてゴールってみんなで書くのが、ねうん、お決まりになってるんです ね、 そうですね。なので皆さんも思いっきり叫んでみてください、はい、そうですね、お家で叫んでもいいですしね。そうですよ、はい、楽しいですよ。はい、さあそれでは準備の方が整いましたので、はい、試合開始といきたいと思います。それではアリちゃんよろしくお願いします。試合開始です。隠しましたね。さあそれではトップバッターからつないでいきましょう。まずはやっぱりこの方でしょう。福島県星野村天文台におります磯谷さんにつないでいきたいと思います。磯谷、磯谷さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。綺麗、綺麗に晴れてますよ。めちゃくちゃ綺麗な星空じゃないですか。本当に綺麗に、あ、こちらの映像届いてますか。バッチリです。バッチリです。画面の真ん中下くらいに、はい、オリオン座が見えていて、その上にあの V の字、お牛座、今回のお牛座流星群の放射点になるところですね、はい、が見えていて、左下に
双子座カストルとポリプスが横に寝るような形で並んでいる、はい、自分の一番好きな星の形ですね。もう放射点をバッチリ捉える感じになってますね。放射点がこの画面でいうと右上の方になるので、はい、うん、この画面でいうと大須田流星群の群だと、その言った右上の方から左下とか下とか左とかに向かって放射状に流れるという形になりますね。いやー、これもう周りの天気はいかがですか？もう雲なしです。雲なし、バッチリですね。あ、本当ですか。はい、これすでにこちらで有馬ちょっと行ったかな、でも違うな、なんでもないです。はいはい、なんか画面のちょっと左の方でピカッと光ったような気がしたんですけど、多分ちっちゃいんでいいです。で、いくつかもうすでにこのオンエアの前から2つ3つくらいですね、自分もこの画面上で流れてるの確認してます。ほう、お、今真ん中にもなんかピカ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 はなんかね見られますけどもね。はい、うん、明らかにシュッ、あ、流れたっていう感じではちょっとないんですよね。そうですね、その時にしっかりとゴールとね叫びましょうね。はい、はい、いやー、これは綺麗。まあ、そちら星の村天文台ということで前回に引き続きということですが、はい、今日は、はい、前回に、はいはい、引き続き星の村天文台に伺っておりまして、うん、大長の大野さん、いろいろよくしていただいてきまして、はい、今隣にもいるんですけれども、あ、本当ですか。今夜もおでんをごちそうになりました。羨ましい。あ、じゃあ丹太郎にご挨拶をということで、じゃあ福島さん、あ、そんなご挨拶なんて。はい、はい、じゃあ大野さんです。はい、大野さん、よろしく。今夜もようこそおいでいただきましてありがとうございます。あ、どうも、毎回よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、どうもね、嬉しいですよ、ここに来てもらって。で、今日もですね、はい、いや、磯谷さん来てもらうとまた嬉しいのが、こんな満天の星空ですよ。あ、本当ですか。もう、そろそろ僕も大野さんのおでんを食べながら星空を見上げたいです。はい、もう2杯食べたかな。今日は私の友人で、はい、鉱物博士も朝から来てましてですね、はいはいはい、今は気に入って一緒に見てるんですが、あ、そうなんですか。星空って何なんだって言って不思議でいるんですが、鉱物博士、流れ星、彼はねもう3つも見てますよ。あ、本当ですか。はい、オンエア前10分ぐらいでもう3つも見てるんで、ただ私はね、うん、うん、磯谷さんの方心配して見てるんで、はい、大丈夫かなって。流れたって、え、あ、流れたって、画面上は流れてないですね。あ、画面、あ、いいですね、いろんなところで流れ、期待が持てますね。ダメだ、うん、ね、はい、丸の上の方、右上の方に飛んでいったって言うんですよ、その、はいはい、鉱物博士は。はい、今夜もゆっくりとね、はい、この星空を見ていただきながら、星の村天文台の上空の綺麗な星空を堪能していただきたいと思います。はい、わ、はい、かりました。じゃあちょっと後ほどまた詳しく伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、ということで、やばい、綺麗だね。いや、もうこれは期待できます ね、 ね、まあ、高画質配信で今回お送りしておりますので、うん、星の色がそれぞれ違う。そうなんですよ、ね、とっても綺麗。まあ、これが結構やっぱりそのガスとか、まあ、鉱物とか、ね、大野さんがおっしゃってたことも関わってくるのかもしれませんけども、はい、ちょっと後ほど伺っていきましょう。はい、はい、どんどんいきましょう。それでは続いての方つないでいきましょう。まるまる井上さん。井上さん、はい、聞こえますか。はい、お、どうだ。ですね、雪雲がですね、はい、雪雲というか雲は結構覆われてまして、はい、今かろうじて今映っている星いくつか見えますでしょうか。見えてて今、あ、見えてる、3つほど見えてますよ。1つ2つ3つ、そうですね、この辺りがオリオン座あたりなんですけども、はいはい、のところが、まあ、出たり消えたりっていうのを繰り返してるんですが、うん、全く星が隠れるってことはないので、はい、まあ、ここ東の方ですね、東の方なんですけども、そこの空いてるところを狙ってる状態ですね今。あ、もう範囲が狭いから見つけやすいよ。逆にですね、はい、前転開けてるとどこにカメラ向けていいかなみたいな部分あるじゃないですか。うん、迷いますね。
そう、はい、もうここはもう逆に今ここしか入ってないので、うん、もうここを信じていこうかなと思ってるんですけれども、もうこちらのですね、1点狙いだ。北海道の陸ですね、ギンポリ天文台さんに来させていただいてるんですけれども、はい、やっぱりですね、昨日とか結構北海道雪降ったりとかしたじゃないですか。こちらもかなり雪がありましてですね、まだあの冷え込みも厳しくて、今日はマイナス7度になってますね。マジですか。辛いですね。はい、でもあの若干やっぱ雲があるので、はい、気温の下がり方っていうのはものすごく緩やかなので、本当はもっと冷え込むかもって予報でしたんですが、うん、まあ、そういう意味ではマイナス7度で止まってくれてるのに助かってはいるんですけれども。うわ、寒い。はい、そうですね、もう本当に寒さをもう限界を超えたみたいな感じです。分からなくなってきました、だんだん。腹立ってきた？分からなくなってきましたね、感覚がもう足の先とかですね。はいはいはい。でもそれぐらい寒いんですけれども、風がないので、はい、その気温以上にあんま感じない感じですね。あ、そうなんですね。はい、いやもうそうですね、今もうだんだんあの星がですね、見えてき始めまして、うん、まあ、シリウスが一番明るく見えていますね。あの棒の横にあるのがシリウスですね。あ、そうなんですね。はい、でその下にあるのがウサギ座の領域あたりなので、うんうんうん、まあ、今あの牡牛座が流れてすると上から下の方にあの流れるかなと思うんですけれども、あ、そうか、じゃあその上の方にオリオン座があるんだね。そうですね、はい、で、あのやっぱ牡牛座流星群の見どころというところで言うと数は少ないんですけれども、はい、まあ、火球と言われる明るい流星が多いと期待できる、ゆっくり流れる、期待できると、遅いというのか、はい、あ、ゆっくり流れるんですね。はい、あの見どころの一つなので、うん、まあ、そういう意味ではですね、こう願い事を準備しながらこう、はい、考えてですね、ゆっくり流れる流星で3回捉えられたらいいかなと思ってるんですけれども、いかんせん寒くてですね、はい、動きっぱなしで見てるので、あんまりこう空をずっと見てられない状況です、今のところは。もうちょっと体をそわそわ動かしながら見てるわけだ。辛そうですね。そうですね、はい、まあでもそんな感じなんですけども、今だんだんとまた空を見てると、あの、はい、雲の切れ間が多くなってきて、星も数が見えてきてるので、はい、あの前半はちょっと厳しいかもしれないですけど、後半の方に巻き返してですね、一つでも多くの流星を届けられればと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。では後ほど繋いでいきます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということですけども、中継中もどんどんちょっとね星が見えてきてね。そうですね、しっかりもう一点集中で見られるということなんで、うんうん、この中でもやっぱ決めていただきたいですね、ゴールを。期待は持てますよ。はい、うん、ちょっとね、中継地点の状況によっては音声がちょっと乱れてしまう場合もありますが、ちょっとネットワークと相談しながらという状況になりますが、ご了承いただければと思います。はいはい、それでは最後いきましょう。阿南市科学センターにおります猫さん、猫さん、猫さん、おお、猫さん、すげえ、すごい、こんばんは、こんばんは、どうもどうもこれはすごいですね。いや半端じゃないですよ、ここ。これは綺麗だな、星の色も超綺麗。ちょっと雲あるんですけども、はい、あの風が強くてですね、こちら、はあはあ、その分あの雲の動きも早いので、はい、多少かかってもどんどん流れていくっていう感じですね。あ、もう今雲が流れて V 字が見えてきましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。画角的には磯谷さんとほぼ一緒ぐらいでしょうかね。あ、本当ですか。はい、磯谷さんが真似しましたね。あ、そうですか。あ、今日はそういうスタンスで行くわけですね。いや、いつも通りですね。いつも通りですね。ええ、今日はあの特に名前がついてないので、あの特にキャラ設定はないと。あ、そうですね、ええ、まあ見えてるときはキャラ設定いらないですからね。そうですね、あの淡々とご説明をさせていただいて淡々とっちゅうのも淡々とな、その嬉しくなさそうなんですか。いやいや、全然もうすごい感動の星空です。いやー、これこの画面に映ってる以外の空はどうですか。あ、今ちょっと真ん中下ぐらいに一瞬チカッと来たかも。あ、本当ですか。まだチャットは騒いでませんね。皆さん見つけたらどんどんコメント書いてください ね、 チャットの騒ぎ具合でちょっと判断したいと思います。
そうですね。そうですね。で、あのちょうどあの画面右下には、はい、オリオン座がございまして、はい、あとはちょっとよくわかんないですね。いやいや、おうし座も見えてますし、双子座も見えてますし、ねえ、何星団でしたっけ？え？あのプレアデス星団も見えてますし。スバルの方ですね、はい、先ほど質問来てましたけど、真ん中上のとこですね、はい、そうです、画面の真ん中上ぐらいにスバルがあります。そうですね、あと業者座とかね、てか、愛理ちゃんも星詳しいんだね。ウェザーロイドにはそういうデータも入ってるんですよ。あ、そうなんだ、データが入ってんだ。入ってます。あ、さすがだ。いや、あのこの間沖縄行った時に、はい、あの山岸愛理さんっていう方と一緒に行ったんですけど、はいはいはい、はい、3人でね、はいはいはい、なんかね、すごいね、キャラがブレてましたよ。うん、キャラブレてた、キャラがブレてた、どういうこと？なんかいろんな人がいろんなキャラをやりすぎて、はい、自分が何を喋ってるか分かんないらしいまあ、あのキャラというか、まあ、山岸愛理さんは、まあ、そんなわけないじゃないですか。おーゴールゴール、さあ、はい、本戦、そしてリプレイも行こうか。リプレイもまずはじゃあライブ行こうかな。はい、行きましたね、ネゴさん。はいはい、リプレイ行けるかな。リプレイ画面に切り替えます。リプレイどうぞ。今まもなく30秒が経とうとしておりますので、そろそろリプレイ機能に、あ、ちょっと固まってる、固まっちゃってる、戻ります、ライブ。ちょっとリプレイが固まってるようでございましたので、今のはもうリアルタイムのみのゴールとさせていただきましょう。しっかり見えましたから。いやー、どの辺に流れてました？はい、どの辺流れてました？ね、真ん中のちょい左。あ、そうですか。はい、もうあれはおし座流星群でしたよ。あ、画面右の飛行機をずっと追いかけてました。うん、いますけどね、しっかり分かりやすく流れましたよ。あ、本当ですか、よかったです、ありがとうございます。いや、先制得点ありがとうございます、おめでとうございます。おめでとうございます。いやいや、こちらこそ。いやー、よかった、ここの第一周で流れるとね、幸先いいですからね。この番組も何やってるかよく分かりますからね、これでね。はい、分かりました。じゃあまた後ほどつないでいきたいと思います、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで来ました、早速の1得点。じゃあゴールしましたので、はい、得点ボードにつけていきましょうか。はい、こちらです。あまり見えないけどこちら、はい、ということでみもさんゴールでーす。いや、今日はもう安心だわ。そうです ね、一つ見られました。はい、さあ、それではもう再生教育どんどん行きましょうか、はい、改めて磯谷さんにつないでいきたいと思います。磯谷、はい、はい、綺麗な星空です。綺麗。